子供使う親って最悪だよね。私もやられた。久しぶりにピアスつけて出かけたら違和感がすごくて。カフェに入った時にピアスを外して穴の様子をチェックしてたら、私のテーブルに向かって子供がダッシュしてきて、テーブルに置いてたピアスをガシッと掴んで、そのままくるっと U ターンして逃げようとした。どっさに子供の襟首を掴んで、泥棒、返しなさい、と一喝したら、子供が暴れながら、僕じゃないもん、ママがやれって言ったんだもん、と絶叫。そこに子供の母親がのんびりした様子でやってきて、あら、ごめんなさいね。子供のしたことだから穏便にね。なんてほざきやがる。とりあえず、ピアスを返せと言ったら、まあまあ、子供が欲しがってるんだから。とにっこり。拉致があかんと、子供の手を無理やり開いてみたら、金具はひん曲がってるし、石はちぎれてるし、もう修復不可能なくらい壊れてる。それを見て母親が、あら、まるまるちゃん、壊しちゃったのね。それはもう使えないから、お姉ちゃんに返してあげてね。だと。さすがに我慢の限界だったから。警察を呼ぶか、弁償で勘弁してほしいか選べ。と突きつけたら、母親はぶち切れ。子供のしたことに寛容でないお前は鬼ババ。だいたい、ピアスの金具で子供が怪我した。よく見たら赤いカモ程度。むしろお前が金払え。そのあたりで、そばで見てた店員さんが、ちょっとお母さん、こちらへ。と子供ごと事務所に連行していった。しばらくして、店長さんが謝りに来て、壊れたピアスを取り返してきてくれた。店長さん曰く、あの親子は常習犯。出入り禁止にしていたのに、店員の目をかいくぐって中に入り込んでた。とのこと。今までは旦那引き取りで勘弁していたが、さっき、事務所のものを壊したので、今度こそ被害届を出すと。一緒に被害届出しますか?って聞かれたけど、さっきはああ言ったものの、どうせ、安物のピアスだし、500円。これ以上関わり合いになりたくないから、そのまま帰ってきた。マジで最悪だったわ。